さあ本日のポケモン動画なんですけれども、結構前にロトムの鳴き声を再生させると助けてって聞こえるっていう動画を上げたんですよね。ありがたいことにあれがね、僕の動画の全部の動画の中のですね、一番再生数が多い動画になってるんですね。でそのロトムが出てくるところって森の洋館じゃないですか。もちろんその森の洋館に関しても都市伝説っていうのはあるんだけれども、そもそもその森の洋館がある場所って北海道で位置づけるとどこなのかっていう話じゃないですか。知ってる方もねいらっしゃると思うんですけれども、今回はその森の洋館が実際にモデルになった場所、そしてその場所で何がどんなことがね過去に起きていたのかっていうのをですねご説明していきたいと思います。結構ね諸説とかもあるみたいなんだけど、今回は有力な情報ですねご紹介していきたいと思いますので、最後までご覧いただければと思います。そもそもこの森の洋館で結構おかしな現象つーか怖い現象っていうのが起きてまして、プレイしたい人ならわかると思うんだけど、結構なんだろう、ゾッとするような出来事なんですけど、そっからなんかいろんな都市伝説が生まれて、まあさっき言ったようにロトムの鳴き声だとか、その事件の犯人がジムリーダーのナタネだとか、まあいろいろ出てきてるわけなんですよ。じゃあそこってどこなのっていう話なんですけれども、これは北海道の旭川になるんですね。北海道じゃない人からしてもね、旭川って聞いたら、ああ、あそこかって思い浮かぶ人いるかと思うんですけれども、その旭川市にですね、21世紀の森っていうところがあるんですけど、まあそこはね、言ってしまえば全然怖くないです。自然体験ゾーンだとか、バンガローだとか、ログハウスだとか、そういうところが予約できるような、子供たちが大自然でいろんなことが体験できるような施設っていうか場所なんですけれども、その21世紀の森の奥にですね、ちょっと読み方がわかんないんだけど、これ、小仙園っていうのかな、そういう館っていうのかな、旅館が存在してるんですね。そこで昔お客さんと従業員が毒殺されるっていう事件がありまして、まあ言ってしまえば恐ろしい殺人事件ですよ。そんな事件があって、でさらにそれを犯した犯人もですね、この旅館の前でロータリーで首を吊ったっていう話があるんですよ。でその建物は壊されてしまったんですけど、その棺桶屋敷になる謎の建物がですねこう出てきたっていう話なんですよ。これもね本当かどうかはね実際のところわからないんですけど、その棺桶はですねその後何者かによって持ち出されてしまったんですけれども、その社みたいなものは今でも残ってるらしいんですね。まあそのような毒殺されたっていう事件が起きた場所、さらにはその後に出てきた棺桶屋敷、まあ普通じゃね考えられないような場所、恐ろしいスポットとしてはその森の洋館に当てはめたのはまああながちその間違いではないというか、何かしらの意図があるんじゃないのかなって思います。でこれ後付けみたいになってしまうんですけれども、この旭川市付近にはですね、これちょっと呼び方が難しいんだけど、カヌイコタンのこれ縦穴式住居遺跡があるんですね。まあ、このカムイコタンっていうのは北海道旭川市にある地区の名勝でありまして、この同地区を流れる石狩川の急流を望む名勝地の名所なんですね。でこのカムイコタンっていうのはアイヌ語で神の住む場所っていう意味らしいんですけれども、この場所にはですねカムイコタンの伝承が存在してるっていうんですね。かつてこの地にはニンネカムイ、ちょっと言いづらいんだけどニンネカムイっていう、まあ悪いカムイ、悪人通貨魔人がですねいまして、このニンネカムイはこの地に大きな岩を投げ込んで従来するアイヌを溺れさせようとしたんですよ。そこで山の神と言われるヌプリカムイっていうのが見とがめて岩をどかすんですけれども、それを見てニンネカムイは怒ってヌプリカムイと争ったんですよ。そこに英雄のサマイクルがそのヌプカムイに加勢したためにニンネカムイは逃げようとするんですけど、川岸の泥に足をですね深く沈めてしまいまして、動きが止まったところでさっき出てきた英雄のサマイクルに切り殺されたという伝承があるんですね。でそのカムイコタンの川岸に残る王継群、それがその時にニンネカムイが足を取られた後だって言われてるんですね。このカムイコタンにもねちょいちょい心霊現象が起きるみたいなんですよ。今いろいろと説明させていただきましたが、そういうことがねいろいろ重なってその白帯シティが
そのモデルになったのかと。それに加えて森の洋館もさっき説明したような旅館になんかつけて、ちょっと怖い現象を起こるようにしたんじゃないのかなと考えられます。やっぱりポケモンってさ、まあ、関東地方、上東地方いろいろあると思うんだけど、モデルになってる場所があるじゃないですか。実際にこの信用地方だって北海道がモデルになってるわけですから、うまくねその出来事とかを組み合わせて作られてるっていうのは、これまた一つ面白いですよね。そういうところに注目してね、いろいろ見ていくとさらに深みが増して面白くなるんじゃないのかなって思います。はい、ということで本日は森の洋館のモデルとなったところをですね、深く掘り下げてご紹介いたしました。では本日もご視聴ありがとうございました。